部屋を震わせるスキル。あ、じゃあ侵入できたんだ。そう、侵入できた。防衛戦。皆さんこんにちは、です。おはようございます。おはようございます。改めてよろしくお願いします。皆さんこんにちは、おはようございます。さらば地を旅立つ船は中天岸。撃った？やまた。はい、ポストマン傭兵、観光者囚人でございます。全く集中ができない。だってここなんかもう違うとこ見てるよ今。違うとこ見てるんですよ。だってここよく見たら隙間あるじゃん、石と石の間に。この隙間を どうやったら最大にできるか、ね。はい、あともう一つ、なんか俺の充電が満タンじゃないな。あ、今日ねフレアさん の iPhone X ね、電池パックがさ、バッテリーがすごい膨らんでたんですよ。膨らんでて、どのくらいまで膨らんでたかというと、あの画面がさ、液晶画面が押し上がれるぐらい、隙間ができるぐらい膨らんでました。それがずっと使ってなくて、今日家に上がってきて、見てもらう修理呼んだんですよ。もう家まで来てくれたんですよ。で来ました。はい、でバッテリー取るやん。確かに膨らんでて、俺いじりよったん、見ていいって言って、おーって言われていじりよって、あ、膨らんでんなーと思ってそしたら落としちゃったんよ。そしたらあいつが、あっ、おい、爆発するよって。バッテリー、電動自転車のバッテリーも落としたら爆発するよ、常識だろって言われて、俺怒られたんだけど、ちょっとイラついた。そしてフレアさんがめっちゃ笑うよ怖い怖い怖いとか言われよ。あっ、爆発するよ、電動のチャリもバッテリーもそうなのに常識だろって言われて、何にも、おめえの常識と俺の常識ちげえかんなーと。目の常識と俺の常識がちげえからさ、誰かバッテリー持って、バッテリーだって電池落としても別に爆発しないじゃん。中国でバッテリー爆発は常識なのか。え、落としたぐらいで爆発ってやばくない？もう万が一、え、 iPhone のバッテリーが iPhone のバッテリーを、純正のバッテリーを落としたら爆発するって、それもやばくない？可能性あるっつってもしなくない？え、しなくないか、しねえと思うけどな。本物なら D 丈夫。何があった今、ゴンゴンゴンって。キュウリが救助したって。キュウリってさ、好きな人おる？全然英雄じゃない、栄養ないんやって。みんな90何パーが水分らしいで、みんな90何パーが水分。Far away, far away. Do 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 do, 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 do どうして俺が救助なの？まだ解毒をしたいの。どうして、なんか仕事でさ、自分の、まあ、救急っていう、そういうのあるんですけれども、救急を追加した時に救急を追加した時ね、その最近の友達が聴いてる曲の中でさ、いたらさ、秦基博のその寒さを残る、違うな、なんだっけあれ、寒さを残る、これなんだっけこの歌、みんな、え、レミオロメンか、レミオロメンじゃん。秦基博のそのレインっていう曲、
言葉の庭やっけ、なんやっけ、なんかそれを歌ったわ、それ歌ってた。きしむベッドの上で優しさ持ち寄りきつく体抱きしめ合えば、うるさいんだけど後ろの人がトゥントゥン何と思って、やめてあげてだって、てめえらの命なんだ、やめましょう、フェリアさんのねメンツを守りましょう。こんばんはです、フェリアさんのメンツを守りますよ、やめてあげて、ドンドンとソファーを叩いてさ、何と思って、やめてあげて、うん、勝っちゃったね。猫がびっくりするキュウリ。そうなんや。なんで？なんかさ、妻子がこのテルヒコくんが地下ダウンしたの分かってたような気がするんだよね。詰めるのがめっちゃくちゃ早くて、もしかしたらね繋がってるかもしれない。俺はそう思う。あ、カー普通にダウンしてたら、あの自分がね、あの最初院内回復してたやん、ね、その時地下がなかったから、ね、医師がダウンする位置を確認して、あ、地下だと思って詰めたかもしれないですね。そうすると相当頭切れますよね。相当頭切れるやつだ。213秒ハンター近くにいる。 OK、 一番追ってほしい人、まあ追ってくれてますね。毒を言えば一番追ってほしいのは俺やけど。お、あんだ。もうあん090ぐらいしないと無理や。どっちかが死ぬ。あんがミスしなければ絶対死ぬわ。早めに詰めて耳鳴り出さして猫出さすしかないか。おい、ナイスチェイス、上がっちゃうぞ俺の。ロングワープ欲しいな。空軍が銃撃とうとしてる。空軍1相手に下手したら興奮あり。あのね、救助狩りくっそ強いから空軍さえ防げればね楽でしょ。空軍近そうやから救助お願いします。多分お料理安定すると思う。200ベッツありがとうございます。もう十分です。
妙すぎる。